それにしてもあなたセンスあるようですね。もっと私の力を引き出せるようになれば16号を尋問することもたやすいでしょう。黙りなさい。あなたの希望など聞いていません。自分の身の程をわきまえない愚か者に罰を与えて何が悪いのです？まさかとは思います。あなたはあの男の言うことを全て信じているのですか？だとしたら甘すぎてヘドが出ますよ。やつの真意は分かりませんが、何か本来は私ではなくあのサイヤ人にリンクさせるつもりだったようですしね。あのサイヤ人、まさかカカロットのことか？私にそのような口を聞くとは、ずいぶん偉くなったようですね。あ、いえ、誤解です。フリーザ様、これはフリーザ様の中にいるクズに言ったのであって。ま、そういうことにしておいてあげましょう。ナッパさん、あなた程度でもこの状況では大事な手駒です。それ相応の働きができなければどうなるか分かりますね？もちろんです。精一杯働かせていただきます。いい心がけです。期待していますよ。ち、フリーザの野郎、何か言いましたか？いえ、何も。自分そっくりな奴がこの世にいるなんて、こんな出来損ないを作った奴はただじゃ。こいつを片付けたが、さあ、一目、来ますよ。
してやるか。ファイナル。この星もらっても貴様らを殺す。ギニューさんですか。あなたも読み合いっているとは好都合ですね。私と共に来なさい。そして私のために働きなさい。どいつもこいつもこのギニュー様がぶちのめしてくれるわ。ポーズを取らない上にクリーザ様の言葉を無視しやがった。あの独特の趣味が強制された代わりに自分が誰の配下なのかを忘れたようですね。いいでしょう。あなたたちが従うべきは誰か、うん、思い出させてあげますよ。釣られていたとはいえフリーザ様に歯向かうなど、なんと恐れ多い。いかなる理由があろうと私に逆らうことは許されることではありません。ですが今は人手が欲しいところ。今回のことは水に流しましょう。フリーザ様、よろしいのですか。ええ、ただし死に物狂いで私のために働きなさい。もちろんです。このギニューフリーザ様のご期待に応えます。お前たち、我らを許しくださるフリーザ様の深いお心遣いに感謝し、フリーザ軍に再び入ることのできる喜びをダンスで表現するぞ。それは今は結構です。あ、そうですか、かしこまりました。
それながらフリーザ様、あいつらを正気に戻してよかったんですか。このままの方がまともだった気が。まあいいでしょう。我が軍は結果が全てですから。お待たせしました、フリーザ様。ギニュー特戦隊全員集合です。期待していますよ、ギニュー特戦隊の皆さん。ありがとうございます。再びフリーザ様の元で働けて光栄です。この幸せを表現するため喜びのダンスを披露してもよろしいでしょうか。それも特別にスペシャルバージョンで。うわー、喜びのダンス、やったぜ。それもスペシャルバージョンだ。いいえ、それはこの一件が終わってからにしましょう。かしこまりました。この剣が片付いた暁には特戦隊一同で最高のダンスを披露いたします。楽しみにしていますよ。お前たち、フリーダ様にお披露目するその時まで自主練習を欠かすなよ。任せてください、ギニュー隊長。戦いもダンスも必ずやフリーザ様にご満足いただける成果を。よーし、そうと決まればまずは目の前の敵を叩きのめすぞ。ギニュー特戦隊ファイト。Shut up!
Yeah!
なくっちゃな。スタート一枚。さて、ギニューさんも加わりましたし、ひとまずは順調としましょうか。フリーザ様、よろしいのですか？その地球人をお体に居座らせて。もちろん、いいはずがありません。しかし、力を引き出すためには必要な存在。いざという時を考えれば、私の中で飼うのが妥当でしょう。あとはもう少し手駒を増やしたいところですが。貴様も蘇っているとは、面白いことになっているようだな。なんだてめえ、フリーザ様に何の用だ。私の名はセル。相手をしてほしいなら遊んでやっても構わんが。なんだと。ナッパさん、少しは落ち着きなさい。無駄吠えは負け犬の証ですよ。させ妙な精神を憑依させ。妙な精神、まさか。変身。
yourself for the coming battle! なかなかやるな。私の知る情報とはまるで違う。いや、そもそも別人ということか。感じるぞ、フリーザ。貴様の中にあるもう一つの気を。貴様、私とは違い、生身の人間に憑依されているようだな。その口ぶり、私とあなたに違いがあるとでも？そう、私に憑依したのはおそらく機械でプログラムされた人工精神。そのおかげで制御するのもたやすかった。何？貴様自力で制御したのか？当然だ。追い出すまではいかなくとも自力で。ほう。貴様の中にいるのが誰かは知らんが、そいつのおかげで。そういうことだな。確かにこの地球人がリンクすることで私は力を。ですが、本来の力はこんなものではありませんよ。なるほど。貴様に関する情報は面白い。あなた、私の部下になりませんか？フリーザ様、お言葉ですが、このようなものを配下につけるなど。俺も反対です。いつ裏切るか分かったもんじゃ。心配ご無用。私は誰の配下にもなら。だが貴様たちには利用か。いいでしょう。お互いに正義利用し合うとしまう。ですが利用価値がない、または少しでも逆らうようなこと。そりゃお互い様だ。